1> 第1戦略通信航空団は、アメリカ海軍の弾道ミサイル潜水艦や、アメリカ空軍の爆撃機等との通信を担当する部隊の一つ。オクラホマシューティンカー空軍基地に所在する、アメリカ海軍の航空部隊であり、アメリカ戦略軍の指揮を受ける。E-6B を運用し、各戦争時の通信中継に加え、指揮機能の確保の任に当たる。 もともと E-6 は太平洋方面の第3艦隊航空偵察飛行隊及び大西洋方面の第4艦隊航空偵察飛行隊に配備され潜水艦通信向けの通信中継機として空中待機任務についていた。冷戦終結後の1992年5月に戦略軍の創設に向け、 両飛行隊を参加に収める第一戦略通信航空団が編成され、両飛行隊は順次ティンカー空軍基地に移動した。使用機材が E-6A から空中指揮機の任務用通信機材が付与された E-6B に改良されたことに伴い、空軍等の核兵器部隊への指揮、通信も可能となっている。1999年11月には、 訓練部隊として、第7艦隊航空偵察飛行隊が編成され、空軍所有の EC-18 を用いて訓練を行っている。ありがとうございます。